毒虫監督キャストの皆さんです。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それではまずは一言ずつご挨拶を頂戴します。では浦井さんからお願いします。はい、本日はお忙しい中、関西披露上映会にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。杉浦礼二役を、やりました村井亮太です。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。では武田さんお願いします。はい、皆さん本日はありがとうございます。武田里奈です。短い時間ではありますが楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。武田さんお願いします。雪と主役をやらさせていただきました秋山慎太郎です。本日は平日なのに、わざわざお越しいただき誠にありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして朝倉監督お願いします。はい、監督しました朝倉佳代子です。本日はご来場ありがとうございます。楽しんで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。監督ご自身はこれ映画化するにあたってはどんなところを一番意識なさいました？そうですね、小説と漫画と2つの原作があるもので、それぞれにこう面白い要素が小説ならでは漫画ならではの原作の面白さっていうのがあるお話だったので、その映画は映画でその同じというか、同じ物語をもとにしつつも映画の面白さがある映画にしたいなというふうに思って作っていきました。なるほど、ありがとうございます。ではですね、キャストの皆さんにぜひそれぞれ演じられたキャラクターについてちょっとお聞かせいただきたいなと思っておりまして、ぜひご苦労なさった点やこだわった点なども合わせてお願いします。村井さんから。はい、僕が演じさせていただいたのは杉浦礼二という、大学生の役なんですけども、本当に、その辺にいそうというか、普通の、本当に大学生で、特になんか自分から率先してリーダーシップを取るわけでもなく、何でしょうね、なんか怯えるわけでもなく、この人は一体どういうふうに、何でしょう、なんか流されていってしまうというか、なんかいろんな人間に、気持ちを揺さぶられたり、なんかすごく弱いキャラクターだなと思いながら演じてましたね。なるほど、そんな彼がこうどう変化をしていくのかっていうところがね、楽しみでもありますよね。はい、武田さんはいかがでしょう？私は茜というキャバ嬢を演じたんですけれども、とにかく女を武器にして男性を誘惑していくシーンが多かったので、本当に監督と常に相談し合いながら演じさせていただきました。結構女の性が見え隠れみたいな、そうですね、ありますもんね。女性ってすごいなという、思われましたか？はい、そうでしたか。なるほど。秋山さん。はい、僕は自称新聞記者という役をやったんですけども、これ上映前にあまり僕の役の説明をするとちょっとネタバレになりそうなの で、なかなか言えないんですけども、その閉じ込められた7人の中では一応多分最年長ということで、場をこう仕切っていくというか、回していくような役で、ちょっと、それぞれキャラクターみんな闇を抱えていると思うんですけど、僕も相当な闇を抱えているような役だったなと思います。なるほど、これはもうね、本当にこう上映前ってお話しするの難しいタイプの作品ですものね、本当にね、もうまずは見ていただいてみたいなところではあるんですけれども、監督に伺いたいんですが、昨年の6月に廃校を借りてかなりみっちりと撮影をなさったとも伺っているんですけれども、撮影現場振り返ってみていかがですか？そうですね、なかなかにかなりこう集中して、撮影を詰めていくような日々だったんですけれども、その皆さんのキャストの皆さんの、お芝居に対する情熱と、あと皆さんの本当チームワークがとてもいい現場にしていただいて、でそのお互いにその休憩時間もこう和やかにしていただいたり、
多分そこのおのいろんなお話をしていただいたりしながら、なんかかなりこう、まあ、キャストもスタッフもみんな合わせてすごいチームワークよく力を10倍20倍にして撮影できた現場だったなという思いです。なるほど、本当に一丸となって作り上げたという印象なんでしょうかね。キャストの皆さんは撮影現場振り返ってみていかがでしょう。村井さんどうでしたか。そうですね、まあ、撮影中はずっとその、まあ、一番最初この毒虫はあるその校舎というか廃校舎みたいなところに、まあ、その壁も全部鉄格子とかで閉められてしまって太陽の光が入らないぐらいの場所というスタートなんですけども、それが結構何でしょう、撮影中は本当に真っ暗で昼夜が本当に分からなくなって、で、まあ、休憩できる場所があるんですけど、そこでは普通に太陽の光も入る場所で良かったんですけど、本当にその撮影現場行くと暗くて、なんか気持ちもちょっと自分が落ちるというか、なんかこういうなんかメリハリはちょっと面白いなと思いながら撮影してました。そうなんですね、はい、武田さんはどうですか。はい、本当にそれこそ早朝から撮影して深夜までやってることが多かったので、1週間丸々日を浴びてない状態だったんですね。はい、なので感覚はおかしくなってきましたよね、結構。はい、しかも秋新さんに関しては1週間ほぼ食べ物を口にしなかったので、余計になんか後半すごいフラフラでしたもんね。そうですね、食べてますけど、食べてますというか閉じ込められて水しかないっていう設定だったので、そのなるべく水分だけにして、チューブとか倒れて迷惑かけちゃうみたいなんで、まあちょっと飲むようにしてやってましたね。それは役作りの一環として。はい、そうです。うわ、ストイックですね。いやいや、そんなことないです。でもあれですよね、日の光を浴びないって意外とこう撮影として厳しい部分もあるのかなって、昼より分からなくなるっていうのはどうですか、成さん。そんなことって、いや、やっぱり体調崩しやすくはなりますよね。なんというか健康的な生活はしてないので、そこはやっぱり結構大変でした。だからそういう意味では本当に何も食べてなかった秋山さんは自分の体調管理も含めてやってたんで、いや素晴らしいなと、いやすごいなと思いました。でもそんなことないえ、全然そんなことないですよ。本当ですか。すごかった。なんでそんな今日褒めてくれるんですか。いや褒める、いつになるちょっと怖いんだけど褒めると怖いんですか。それはそれでなんか、あれだ、僕どういうことだろうなと思って。お気をいただけますと大丈夫ですか。こんにちはでしょうか。大丈夫です。はい、どうもありがとうございました。じゃあこれでフォトセッションのお時間終了とさせていただきます。それでは改めましてマイクを皆様にお渡しいたしますので、これからご覧になるお客様に向けて見どころをもう一言ずついただければと思います。では村井さんからお願いします。はい、上映前ということであんまりネタバレ的なことは言えないんですけど もう本当に、ぜひこのまま、見ていただいて、上映後にも挨拶がございますので、その時の皆さんの表情で何か分かるかなと思います。ぜひゆっくりと、ご堪能ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では武田さんお願いします。はい、この映画を見た後絶対にご飯が食べたくなるか食べたくならないかどっちかの映画だと思います。終わった後お見送りさせていただくので、どっちだったか教えてください。あとは本当秋山さん のストイックぶりが俺の話に見えると思うので楽しんでください。ありがとうございました。7人が出てますので、それぞれの、人間ドラマを見ていただけると、それとあともし自分がこの立場になったらどうするんだろうみたいな感じで思いながらこう作品を楽しんでいただけると、より楽しんでいただけるかなと思います。今日はわざわざありがとうございました。ありがとうございます。最後に監督お願いします。はい、この映画はその閉じられた空間の中で7人がいかに日々を過ごしていくかという映画です。でこの7人の芝居が本当に素晴らしいので、それをぜひ注目して見ていただければと思います。
今日はじゃあ上映楽しんでください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。上映終了後にまた後ほど皆さんご登場ということで、では一度ここでお別れということで、どうぞ皆さん拍手でお見送りくださいませ。楽しみにしてありがとうございました。では監督の方からお集めの気をつけてお会いください。皆さん拍手でお見送りくださいませ。